オラ、はい、どうもこんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね3月17日、今週の木曜日に登場します週刊 FP の予想をやっていきたいと思いますけど、今週の週刊 FP でラストですね、5回引けるのはラストということになりますので、皆さん良い引きをということよりかはガチャ内容を激アツにしてほしいところですね。ということで3月17日の週刊 FP の予想になりますが、意外と17日の対象試合が少ないんです。特にシティであったりマドリーに関してはチャンピオンズリーグの影響か、まあ、週末の試合がなかったということもありますんで、まあ、他のこの週末に試合があったクラブからどんどん登場するんじゃないかなと思いますけど、個人的には結構今週は激アツなんじゃないかなと思いますんで、まずはフォワードの方から見ていきたいと思います。ということでフォワードでですね、記録であったり評価点が高かった選手たちはご覧の通りということになりますけど、やはり目を引くのが評価点10、こちらスマホ版では 9.9 だったんですけども、ハットトリック決めましたクリスティアーノ・ロナウドということで、スパーズ戦にてハットトリックを決め、マン・オブ・ザ・マッチにも選ばれております。でウィニングレブンの方で見てもメインパートナーということになっていますので、まあ今週の目玉はロナウドになっているんじゃないかなと思いますね。特にですね、このロナウドに関しては今まではウィングストライカーの選手だったので、若干こう使いづらいというか、来てもねまたウィングストライカーのスピーカーというところだったんですけど、アップデート後にラインブレーカーに変更となっていますので、このロナウドはかなり強いんじゃないかなという予想をしております。まあ能力値はですね、まあアップデート後の方が若干低かったりはするんですけど、言わずもがもともとかなり高いものを持っていますんで、この CR7 の能力値にかなり注目している点ですね。特にキック力と上げてほしいところですし、あとまあヘディング上がってくるんじゃないかなという予想はできますけど、まあ今週のフォワードの注目の選手で言うと間違いなくロナウドになっているんじゃないかなと思います。で他の選手でも見ていきたいと思いますが、まずはバルセロナのデンベレですね。デンベレとあとはフェラン、こちらの2選手でちょっと比較していこうかなと思いますが、ラリーガが決めるキングオブザマッチに関してはフェラントーレスが選ばれたということになっていますけど、まあフースコであったり、あとはまあ90分通してのパフォーマンスというところで見るとデンベレの方が個人的にはまあこの評価点通りの活躍だったんじゃないかなと思いますんで、まあ2ゴールというところがフェランの週間 FP 影響してくるような気もしていますけど、まあ個人的にはフェランよりかは今週の週間 FP はデンベレの方がふさわしいんじゃないかなと思いますんで、まあデンベレの方が来るんじゃないかなという予想はできますね。でメインパートナーというところを考えるとモラタですね。1ゴール 1PK と評価点 8.9 ということになっています。でモラタに関してはですね、アップデート後かなり有能なスキルも追加されていますんで、個人的には出てほしい選手の一人になっているんじゃないかなと思います。であとはナポリですね。ナポリのオシム編に関してもパートナークラブということもあるんですが、ただですねナポリに関しては個人的にディドレンツの方が可能性高いんじゃないかなと思いますんで、まあ、オシム編よりかはディドレンツの方をしていきたいところですね。ということで続きましてミッドフィルダー見ていきましょう。ミッドフィルダーでやはり目を引くのが18歳ながら評価点 9.1 を叩き出しておりますアヤックスフラーフェンベルフですね。フラーフェンベルフに関してはめちゃくちゃ期待しておりまして、というのも能力値がめちゃくちゃ高いんですよね。こちらご覧いただければと思いますけど、まあ、最大レベルが61までいくんですが、ドリブル能力であったりグラウンダーパスの高さでディフェンス能力ですね、アンカーの選手としてこの能力者かなり物持っているんじゃないかなと思いますし、アンカーとしてダブルタッチであったり、あとはワンシューワンパーマンマングインターセプト、まあ、ディフェンスのスキルであったり前目のスキルもしっかり持っているというところもありますんで、まあ、こう CMF のところで置くと無印になるというところを考えてもかなり評価できる点なのかなと思います。で追加スキルが現在はできるということにもなっていますので、特にスルーパス追加したらかなり強い選手になってくるんじゃないかなというところですね。もちろん能力は申し分ないですし、あとは FP になった時の上昇幅、ここ次第では間違いなくガチスカ候補の中盤の選手になってきそうな予想もしております。で他でミッドフィルダー見ていきたいのがハーリットですね。マルセイユに移籍している選手になりますけど、シャルケ時代も皆さんご存知の通りかなと思いますけど、ただまあ今作に関してはめちゃくちゃ強いというわけではないので、あのハーリットが FP 化されたとしてもまあガチスカークラスで使えるというのは難しいのかなとは思いますが、ただ2つ下のガビですね、まあ、ガビに関してはですね PK 獲得したというところで評価点 8.8 ということになっていますし、まあかなりパフォーマンスも良かったですね。まあ本当にもう普通にバルセロナの
のスタメン入ってくる選手になっていますけど、まあガビに関しては12月23日にいきなり週間 FP が登場したということもありまして、皆さんご存知の通りなのかなと思います。こちら12月の分に関しては得点能力ですね、決定力2桁上がりということになっていたりもするので、かなり強いガビになっているんですけど、今回出るとすれば得点能力は爆上がりというわけではないのかなとは思いますね。まあ上がるとしたらおそらくドリブル能力であったりパス系の部分かな、あここら辺が上がってくるんじゃないかなと思いますけど、ゴールであったりアシスト、ここら辺明確な記録がありませんので、今週の週間 FP というのは可能性は薄いんじゃないかなとは思いますね。でミッドフィルダーで言うと、バルセロナ対オサスーナに関してはリキプッチが決めたということで、リキプッチのゴール個人的にめちゃくちゃ好きでしたね。シュート自体は弾かれたんですけど、こぼれ球に反応して、あの後のリキプッチさすがだなと思いましたね。まあリキに関しては可能性はある程度はあるのかなと思いますけど、まあやはり、ワンゴールでは低いのかなというところですかね。ということで続きましてディフェンダー見ていきましょう。ディフェンダーではですね、まず評価点 8.7 であったり 8.6 叩き出しておりますアレキサンデル・ジクであったり、ミランのカルルですね。カルルに関してはセリアフリックスでもう少しね、話題になっていた選手ですけども、まあ本当にロマニョリが帰ってきた時にもうカルルとトモリがいたら間違いなく安定しているんじゃないかなというパフォーマンスだったんじゃないかなと思いますし、個人的にはこのミランからカルルは来るんじゃないかなという予想をしております。であとはセリアで言うとナポリのディロレンゾですね。オシム編よりかはこのディロレンゾの方が可能性としてあるんじゃないかなという予想していますんで、まあ、このナポリからディロレンゾが来るんじゃないかなと思います。で気になっているのがマーティプですね。マーティプに関しては、まあ、本当に素晴らしいアシストだったんですけども、まあ、能力値が個人的に結構面白いことになっていますんで、来てほしいところなんですが、バスケであったりディフェンス能力の高さで、今後も6しっかりありますし、空中戦の能力値に関してもマーティプかなり高いので、ガチスカ隊で使える選手であるんですけど、一つ気になる点が瞬発力の部分ですね。裏抜けされた時のこの瞬発の低さというところはネックな部分なのかなと思いますけど、センターバックながらスルーパスをもともと持っていたり、まあ、ヘッダーマンマーク、インターセプト、アクロバティッククリア、まあ全てのスキルが有能ですね、ということにもなっていますんで、今週の週間 FP、まあ、ワンチャンマティプ来てほしいなというところで期待はしております。ということでラストゴールキーパー見ていきましょう。ゴールキーパーに関してはベニテス、バユンディル、エドガル・バディーヤ、シチェスニー、この辺の選手を選ばせていただいております。まあやはりですね、評価点であったり PK ストップ決めていますベニテスが来るんじゃないかなと思いますが、フェネルバフチェのバユンディルに関してはワンアシスト決めておりますんで、こちらもかなり可能性としては高くなってきそうですね。はい、ということで以上でですね、11選手の予想をやっていきましたけども、まとめていきたいと思います。個人的に今回の11選手はこちらとさせていただきました。まあフォワードがね、3人ということになっていますけど、個人的にはミッドフィルダーを多く出してほしいところですね。ユナイテッドからロナウド、バルセロナ、デンベレ、ユベントス、モラタ、アヤックス、フラーフェンベルフ、マルセイユ、ハーリト、パリサンジェルマン、パレーデス、アーセナル、トーマス、パディ、ストラスブールのジク、ミランのカルル、ナポリのディロレンツォ、そしてニースのベニテス、こちらの11選手を予想させていただいております。もちろんですね、他に活躍していた選手はいますし、まあ本当に選びづらい11選手ではあったんですけども、やはりミッドフィルダー多めで今週は予想させていただいております。特に今週に関しては間違いなくロナウドは来るのかなと思いますんで、ラインブレイカー FP ロナウドついにゲットできるということになればかなり激アツですね。はい、ということで本日はここら辺に終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では